あれ、ひろきさん、いつも笑顔で爽やかですね。と思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。こんにちは、ひろきです。今日はですね、何についてお伝えさせていただくかと言いますと、過去の成功法則から学ぶということの大切さについてあなたに、お伝えさせていただきたいなというふうに思いまして、こうして動画を撮ってます。ですね、よくですね、失敗から学ぶっていうことが大切っていうことを、言われるんですけども、成功から学ぶっていうことも大切だなというふうに思いまして、例えばですけど、ここがめちゃくちゃ、講師をしててうるさい場所だったとするじゃないですか。そうした時にですね、多くの人はなんでうるさいのかなっていうことを考えるんですけども、多くの人はですね、すごい爽やかで、すがすがしい空気に包まれていたらですね、なんでここはそんなに気分がいいところなんだろうかっていうことをですね、あまり考えないわけですね。っていうのと同じように、成功したところから学ぶっていうことは人間しない、しにくい、動物なわけですね。そうなんですけども、なんでこううまくいったんだろうということをですね、過去にうまくいったことがあったら、そういうことを考えてですね、何かしら絶対理由っていうものがありますので、そういうことを意識して、その成功に、未来の成功に役立てていただけたらと思います。今日もそんなことを意識して頑張っていきましょう。ありがとうございます。